こんにちは、授業準備 TV です。漢字ドリルや各教科のノート、連絡帳など毎日の学校生活で様々な配布物があるかと思います。大量に配布物があると表紙に書いてある名前を確認し、班ごとに並べ直してから配る、このような作業を繰り返すことになり、時間と手間がかかります。加えてその間は子どもたちを待たせてしまうため、授業が間延びしてしまうことも。そこで今回は先生方の負担を減らすことができる配布作業を効率化する実践をご紹介します。ぜひ最後まで見て取り入れてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。今回の授業はこのような配布と回収を頻繁に行うノートやドリルであれば幅広く運用することができます。それでは準備から運用方法まで解説していきます。用意するものはこちら、ポイントシール、大きめのサイズで版の数だけ色の種類を用意してください。ファイルボックス、こちらも版の数だけ用意します。セロテープ、どれも100円ショップで購入することができますよ。準備は子どもたちと一緒に行いましょう。まずは班ごとに1色ずつポイントシールを配ります。子どもたちにノートやドリルの背表紙にポイントシールを貼るように指示をします。この時ノートをファイルボックスに入れた時に見えやすくなるように、背表紙の一番上などシールの貼る位置を統一させましょう。背表紙に貼るとシールが剥がれやすくなるため、セロテープで事前に補強しているそうですよ。こうしておくと席替えをした時には上からシールを貼り直すだけなので簡単ですね。準備ができたらあとは簡単。先生は丸付けとチェックが終わった配布物を机に置いておく。そしてその配布物を配り当番の子どもたちが色ごとにファイルボックスへ入れていきます。あとは班の代表が時間のある時に配布物を取りに行き、班の子どもたちに配るだけ。このように色で分けるだけなので、先生と配り当番の子どもたちが配布物の名前をすべて確認して班ごとに並べ直す手間が省けます。今回は配布作業を効率化する実践をご紹介しました。材料はすべて100円ショップで簡単に揃えることができるので、ぜひ参考にしてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。